はい、皆さん、毎度毎度。宿毛矯正のね、リタッチの塗布の仕方ね、1年に1回しか描けない人がいるとするじゃない？そうすると、伸びてるのはだいたい根元12センチだよね。もう根元のあたりは癖が出てて、で、だいたいこうやって来る人ってのは縛ってきたりさ、してくるじゃない？で、まあ自分で手入れしてくると、見た目根元はちょっとうねってっけど、中間毛先部分っていうのはまっすぐな状態で来るよね。一見まっすぐに見えんだけどね、前回かけた部分。これがくせもんでね、濡らして乾かすと微妙にうねりが残ったりね、前回かけた部分、ウェーブダウンを起こしてるっていうのかな。今回みたいにね、根元だけかけてくださいって言われてもね、前回部分もかけておかないと、後でそのつながりの部分にウェーブが残るんでね、横に、綺麗に、本当に悪魔の、へこみ、悪魔のくぼみじゃねえけど、悪魔のウェーブが残るのよ。正確にね、12センチ、12センチ、1年に1遍しか描けない人。じゃあ、前回部分24センチきっちり、ね、今回伸びた部分が12センチ、前回描けた部分が12センチ。まあ、よく濡らしてね、24センチ描けとけばいいかなと思ってね、24センチ分塗るじゃない？そうすると今度ね、その2年前、3年前に描けたところがウェーブダウンしてて、かなり下の方に、24センチより下のあたりに、なんかウェーブダウンしたのが出てくる。その後で、ねえ、乾かしてるときに、図で描くとね、まあ、こんな感じ、ちょっと文字だらけになってごちゃごちゃになっちゃったけどね。で、こうやってなんか、ウェーブダウンしたところがそのまんま、これね、油断したときよく起きるんだよね。あれ、なんでかなと思って、後でさ、宿毛矯正全工程終わってね、乾かしてるとね、で、なんか、下の方にさ、ウェーブが一列残っちゃうっていう感じ。髪の毛ね、染めててね、あまり塗り広げたくないなとかね、宿毛矯正の薬つけるとほら、痛むなとかね、あんまり遠慮してやってるとね、こういうことが起きるんでね、薬がもったいねえなとかね、中にはね、ケチな先生だとね、とやっぱりこういうことが起きるんでね、よくこういう時はね、やっぱり髪の毛濡らしてね、薄塗りでうまく対処していくっつうの？うちはね、医薬部外品でやってっからね、化粧品系のね、ストレート用のセット剤みたいなね、ああいうのは知らないどうなってるかね。うちはもう医薬部外品でやってるからね。あとね、これ以外でもね、またウェーブが残る場合があんのよ。これまた明日説明しましょう。本当にもっとわけがわかんなくて、あれーっていう状態が起きるっつうの？根元はそこそこ伸びてんだけど、中間になんかウェーブダウンを起こして、毛先がなんか硬い毛でビリ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 なんか残ってるような。これちょっと明日説明しましょうね。はい、お疲れ様でした。